武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学教育学部の2017年の政治経済の勉強について話していきたいと思います。政治経済ですが、配点が50点、時間が60分、大問が4題出題されており、で大問はまあ記述、選択と、まあ、あと計算問題などが出てくる形と、なっています。で、まあ、早稲田の問題は政治経済の一通りの通しというか、その全体像を、ちゃんと全部入れておくことはまあ大前提とはなるんですが、それプラス時事、まあ最新の状況という部分をしっかり頭に入れておく必要があります。まあ、これは早稲田全般に言える話なんですけれども、でその中でその政治的な部分に関しては、まあ、現代社会の最新時事など、使っていけば、把握はできますし、まあ、経済もある程度把握できるんですが、ただその世界経済、だったりとか、日本が抱えている課題だったりですね、まあ、その進捗状況だったりという部分を、把握するという意味で、まあ、興味がある人は例えばその、年次 の経済財政報告とか、をちょっと、まあ、経済財政報告ですねを、まあ、内閣府の、サイトなんかを見てちょっと入れておくとかすると、まあ、より踏み込んだ、知識が入れられるのかなと思います。別に必須というわけでもないんですが、ただ政治経済に興味あってちゃんと点数稼ぎたいっていう前提であれば、そのあたりまでやってる人はいるという意識を持ってやっておいた方がいいかなという形ですね。参考書的にはやはりその、まあ、実力をつけるだったりとか、畠山の、総会講義、とかですね、総会問題集とか、あのあたり、だったり、まあ、山川から出てる政治経済問題集だったり、まあ、あのあたり中心になるかと思うんですが、ただその問題集が解けるぐらいのことは結構みんなやり込んではきて、いますので、そこからさらに特にその時事と絡めたその部分をちゃんと入れてるかどうかっていうことに意識を向ける必要が、あるかなというふうには思います。なので、まあ、まず過去問に触れてみて、そういった部分の掘り下げが弱いなという場合には今言ったようなことを強化しておくといいですし、根本的に基礎知識だったり、その基礎知識の深さって部分で身についてないなというのであれば、用語書だったり教科書だったり講義系の参考書だったり、こういった部分をしっかり使って、まあ、完成度を上げるという学習に取り組んでくれればと思います。以上が政治経済の勉強となります。